中国共産党、中国共産党、中国共産党、艦隊アザ、ピンイン、は中華人民共和国の政党。中国における共産主義の実現を最終目標としている。略称は中共。ヘゲモニー政党制のもと、中国大陸の唯一の指導政党であり、国内の略称は単二党である。 2016年末時点で8,944万7,000人の党員を数えた。党員数では2015年にインド人民党1億1000万党員に追い抜かれ、世界で2番目に大きい政党である。2008年までの中華人民共和国憲法では、助言で中国共産党が各民族人民や多党協力と政治協商制度を指導すると規定されているだけで、 ベトナム憲法やキューバ憲法のように共産党が国家を指導するは直接明記はされていなかった。しかし、2009年に、家計林、中央政治局常務委員が帰還し、人民日報に寄せた、中国の特色ある社会主義路線の上で、中国共産党の指導する多党協力と政治協商制度を不断に整備し、発展させるによれば、中国共産党の指導する 多党協力と政治協商制度は西側の二大政党制や多党制のような一方が政権につけばもう一方が下野する権力争奪型の政党関係とも一党制のような権力独占型の政党関係とも異なり民主的に協議し互いの心の底まで打ち明けて親しく交わる斬新な協力型の政党関係なのであり 各民主党派とむ党派の人々は中国共産党による指導を自ら進んで受け入れ中国共産党と親密に協力し中国の革命、建設、改革事業に共に力を尽くしているのであると主張されている。2018年の憲法改正により第一条に中国共産党の指導は中国の特色ある社会主義の最も本質的な特徴であるとされ ベトナムやキューバ、ラオス同様党の指導性が明確化された。九百十九年五月四日、中国共産党の選挙団体であるマルクス主義研究会は、反政府、反日、反帝運動である5四運動に参加した。九百二十一年七月に、コミンテルン、国際共産主義組織の主導により、北京大学文化庁の陳独集や、 北京大学図書館長の理大将、元北京大学図書館司書の毛沢東らが各地で結成していた共産主義組織を合する形で、日本の東京帝国大学、現在の東京大学への留学から帰国したの、上海の自宅にて、中国共産党第一次全国代表大会、第一回党大会を開催、結成されたとされる。 一般に創立党員は57人とされるが57人の名前が明確に示された文献はなく、本当に57人であるかは定かではない。結成時に上海に集まった党員は13人であるとする説もあるが公式記録では12人とされている。また、顧問としてオランダ共産党政治局員が招聘されている。なお、創立党員で 中華人民共和国建国まで生き残り、かつ死ぬまで中国共産党内での名誉を保ち続けた者は、毛沢東と、党必ず部のみとされる。中華民国の統治期に、コミンテルンの代表者であるマーリンの指導により、中国国民党と第一次国境合作を結び、陳独州も毛沢東も中国国民党の党員となるも、その後、 1927年の小解析による4.12、クーデター、上海クーデターにより国境分裂で敵対することとなった。一方で、ソ連でのスターリン派とトロツキー派の構想が中国共産党にも飛び火し、トロツキー派のレッテルを貼られた陳独州は第一次国境合作を主導したとして責任を問われて失脚する。代わって選出されたのが、 学習であり、矢の指導により公衆危機を起こすが失敗し、盲導主義による失敗として批判され失脚する。代わって選出されたのが、向井忠志発であるが、実験は、プロフィンテルンと連絡を取る李律さんが握っていた。ソ連側は、国民政府の軍隊内に、共産党の細胞を植え付け、その戦闘力を弱めることが最も必要だとしていた。決闘当初は、 コミンテルンの指導が強く、また、ソビエト連邦への留学生が中国共産党の中心勢力であった。コミンテルンは広大な農村社会を抱える中国の特殊性を理解せず、大都市の労働者による武装放棄を中国革命の基本路線と考えた。当時の中国共産党指導部はコミンテルンの指導に忠実に従っただけなのだが、建国後以降の中国共産党は、 当時の共産党指導部に対して第一次国境合作期はその関係に固執しすぎたとし、また国境分裂後の初期の暴動路線に対して極左冒険主義に走りすぎ失敗を犯したとの評価をしている。中国共産党は数多くの都市暴動を格索したが中華民国南京政府の軍隊により度重なり鎮圧され十分な抵抗勢力とはなり得なかった。 このような中で、毛沢東は一農村に拠点を置いて活動していた。そうした農民を対象とした社会主義化の動きは、それまでのマルクス主義やレーニン主義のように、労働者階級を中心とするものとは違っていた。当時の中国の人口の圧倒的多数を占めるのは、農民であり、農民の支持なくして、革命の実現はあり得ないと、毛沢東は考えた。 中華民国南京政府の軍隊、警察の捜索の及ばない、小協会の産地を根拠地とした、毛沢東らは、誘導必ずご無心不列として、小作人を先導したため、小作人は解雇され、拒否となった。1930年6月、中国共産党は、直ちに放棄武装し一章または、数章の重要章区の首先的勝利を目指す利率、3コースを取る。 1931年、毛沢東らは、厚生省随金において、中華ソビエト共和国臨時政府を起した。なお、コミンテルンからの資金の授受は、上海にある、ドイツ省のを介して行われていると目されていた。日中戦争、シナ事変前に、上海に設立された、プロフィンテルンのアジア太平洋支部である、太平洋労働組合初期局長期のイレールヌーランが、 逮捕される、ヌーラン事件が起き、中国国民党により、公中発が銃殺され、共産党幹部の逮捕が続くと、理3コースを批判していた、コミンテルン局当局を中心とする、パーベルミフ派の勢力が強くなった。共産党軍は、中国国民党軍の包囲攻撃に抵抗することが、できず、1934年に、瑞金の中央根拠地を放棄して、 逃避業を始めた後に調整と称される。その過程の1935年に開催された準議会議において毛沢東の指導権が確立したと言われる。逃避業は奥地でソ連に近い先制省延安に拠点を構えることで終わった。1933年5月、ソ連のトロツキストとつながりを持つとされる元ドイツ参謀のハンス・フォンゼイクトが 中華民国の軍事顧問となった。1934年12月、日本人を中心に運営されていた満州国は、元白軍司令官のグリゴリー・セミオノフの参加する反素組織の白系路人事務局を設立し、1935年3月にソ連より中東鉄道及びその付属地を買収した。1935年5月2日、税府との提案に基づき、 中華民国秘密警察の乱医者が新日洋人へのテロ事件を起こしたため、日本は抗議し、1935年6月27日、日本と中華民国は埋めず、何王金協定を結び、その協定の中で、ソ連の偵察所であったカルガン口の特化要項の妨害工作を企てた。それらに対し、ソ連は1935年7月から8月にかけて、 モスクワで第7回コミンテルン世界大会を行い、コミンテルンは日本やドイツ等を共産化の主な攻撃目標に定めた。中国共産党代表団は国境合作を呼びかける8.1宣言を行い、1936年の西安事件、西安事件、1937年盧光橋事件、中ソ不可侵条約を経て国民党とのいわゆる第二次国境合作を 成立させた。日中戦争の際は八祖寺軍などを編成して、河北を中心とした海放区を拠点に、日本軍との正面衝突は避けて力を温存させた。また、蒋介石を通して、ソ連との不可侵条約締結などで、反響から要強化に変えさせた。ソ連において1934年から続く内務。 人民委員部により、英独日と関係を結んだ右翼イコール、トロツキストブロック、資本主義の復活を企む右翼の社会革命党、及び革命的祖国敗北主義によ、最共産主義革命を企むトロツキストが組んだ、ものとされた人民が、ソ連共産党書記長、ヨシフ・スターリンによる、恐怖政治で大粛清される中、太平洋労働組合書記局は、 ウラジオストクでプロフィンルーンの巻き返しを図るが、1937年にプロフィンテルンが解散となる。1936年、パーベルミフは中国共産党英雄、奮闘的15年を出版するが、1938年7月へ参加したとして、ソ連の内務人民委員部に処刑される。1940年8月にトロツキーも暗殺される。 1940年10月から始まるナチ党とアドルフ・ヒトラー総統率いるナチスドイツのモスクワ侵攻に対しアメリカの民主党フランクリン・ルーズベルト大統領政権はソ連の支援を始めた。さらにアメリカ政府は独ソ戦におけるソ連軍への支援の際にソ連政府に対して極東の安全は英米が守るのでソ連極東軍を 西部のドイツ戦線に移動すべしと主張していたほか、1941年7月20日にアメリカ政府による支援が内戦に使用されることは許容できないとして中国国民党に中国共産党との和平を促す声明を発表した。1942年より毛沢東は政府運動を行い、ミフ派を中心とするコミンテルンの影響を排除した。 戦時下の1943年、コミンテルンが解散となる。1945年に、日本が第二次世界大戦で敗北し、セミオーノフが捕らえられ、中国国内の日本軍隊が全面降伏すると、それまでの中国国民党との妥協的態度から、ソ連の後押しで、国民政府だ東京三党政権設立に動いた。内戦を回避したい、アメリカ等の意向もあり、 毛沢東と小海石の会談による操縦協定などでの妥協が図られたが、結局は国境内戦に突入した。満州を占領したソ連の後押しにより、東北から南下して国民党軍を圧倒し、最終的に国民政府を打倒して1949年10月1日に中華人民共和国を建国した。国民政府は根拠地を台湾、 中華民国政府へ移転した。1945年12月、ジョージ・シー・マーシャル将軍は、トルーマン大統領から中国における全権特使に任命され、13ヶ月中国に滞在したが、ソ連とアメリカで世界分割を行う密約を行っていた、外交問題評会、太平洋問題調査会の勢力に組みした。彼は内戦において、本来劣勢であった。 共産党が優勢となるような行動を意図的にとったという主張があり、下記の点が指摘されている。この疑惑は後にアメリカ政界でジョセフ・マッカーシー議員によるマッカーシズム赤狩りにまで発展した。1949年10月1日に中華人民共和国の建国を北京で宣言した。中華人民共和国の建国によって 政権政党となった中国共産党は朝鮮戦争での軍事介入やアジアアフリカ会議への参加など積極的な外活動を行った。当初、ソ連をモデルとして社会主義建設が始まったものの、1956年のニキータフルシチョフによるスターリン批判以降はソ連共産党との関係が悪化、1960年からは公開論争にまで。 発展し、中ソ論争、武力衝突までに至った。中ソ論争の頃から、中国共産党は、独自路線を歩み始めるが、党内部では、反右派闘争、大躍進政策などの路線闘争、権力闘争は絶えず、毛沢東が、自らの実権を回復するために1966年に、発動した文化大名で、その混乱は極に達した。 毛沢東批判さえしなければ、共産党ですら批判しても良いということになり、これまで政治的な発言が制限されてきた民衆の鬱憤が一気に爆発した。全国各地に張り巡らされていた既存の党委員会は解体され、代わって革命委員会が設立されるようになる。党主席として大躍進の失敗後、経済の調整に取り組んできた劉少期国家主席は、 毛沢東か打倒すべき筆頭とみなされ、失脚の後に酷使した。東商平も失脚し、地方で労役に従事させられた、1973年に復帰。また、1971年、毛沢東の後継者と、第九回投大会で指名された、林平及びその金は、毛沢東暗殺を拡作するも失敗し、飛行機でソ連に逃亡途中、モンゴルで墜落死した。 林票事件。内部問題とソ連との敵対関係、ダマンスキー島事件を参照で危機感を強めた政権は1971年にアルバニア決議で国際連合に加盟して国際社会に参加し、1972年にアメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンの訪中受け入れや日本との国交回復を実現するなどの外交政策の大転換を行った。 1976年に毛沢東が死去すると文化大革命推進派は力を失い、毛沢東の妻、後世など文革派の4人組は逮捕され、が国法体制が成立し、1977年に文革の終結が宣言された。1978年12月の第11期3中全会では、最終的に文革期の失脚から会議在た。 鄧小平の指導体制が確立し、それまでの革命路線から、改革開放、現代化路線へと大きく転換した。1981年に、文化大革命を完全に否定、毛沢東の誤りを一部認めた、建国以来の党の若干の歴史問題についての決議。改革開放の流れの中で党の指導体制は、改革派と保守派に分かれ、 1980年代後半からは、党機構と行政機構の分離も盛んに議論されるようになったが、1989年に起きた天安門事件後は保守派が息を吹き返し、党の独裁指導体制が再び強化された、上司要がこの事件で事実上失脚した。しかし、それによってこれまで続いてきた経済成長がスピードダウン。 1992年冬に行われた南巡講話の中で、鄧昌平は改革開放を加速せよと指示を出し、同年10月の第14回大会では社会主義市場経済が打ち出された。鄧昌平死後の1997年9月の第15回党大会では、鄧昌平理論を主導思想と確立し、社会主義の初級段階における党の路線が、 確立されると同時に、明日ともに、江沢民時代に入った。2002年11月の第16回党大会では、江沢民が提唱した、市営企業家の入党をも認める3つの代表思想が、規約に明記されるとともに、江沢民から古近党体制へと移行、第3世代から第4世代への世代交代が初めて、平和的に混乱を伴う、 権力闘争なしに実現した。2004年9月に江沢民が最後まで残していた党中央軍事委員会主席の地位も古今東に移り、少なくとも公式には古厚し体制への転換が完了した。2012年に修理体制に交代した。2020年までに GDP を2000年の4倍とし、全面建設商工社会。 いくらかゆとりのある社会を全面的に建設するという目標を打ち出しているが、政治の民主化を拒んで一党独裁体制を継続していけるかが注目されている。2017年に党組織は国有企業に9割かつ、市営企業でも5割超に存在し、外資系企業にも7割近く党組織が設立されており、共産党による企業統制が強化されている。 2017年10月の中国共産党第19回全国代表大会では、個人の名を冠した思想は、毛沢東、東昌平以来とされる、習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想、習近平思想が、マルクスレニン主義、毛沢東思想、東昌平理論、3つの代表、科学的発展観に続く6番目の党の指導思想、 行動指南として、陶器役に盛り込まれた。また、習近平総書記が唱えてきた、一帯一路、中国の夢、人類運命共同体、四つの全面、や、強国、強軍といったフレーズなども陶器役に明記された。中国共産党は党における最終目標と最高の理想を共産主義の実現としている、中国共産党規約。 第17回党大会で一部改正の上、2007年10月21日、採択。よって、中華人民共和国は、現在共産主義を実現するための初級段階として、社会主義を行っている。社会主義は、共産主義の初級段階であるため、中華人民共和国の政権政党として、党規約に基づいて、国防及び、科学、工業及び、 農業技術の現代化を実現し、国を富ませ強くし、民主的かつ文明的な国を建設することで、共産主義の実現を目指している。2017年10月現在、指導思想として、マルクスレーニン主義、マルクス主義、毛沢東思想、東昌平理論、江沢民が提唱した思想理論、三つの代表思想と、古近東が提出した科学的発展観、さらに、 習近平が提唱した習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想、習近平思想を掲げている。宗教は否定的で、党員は宗教を信仰してはならない上、宗教活動に参加することもできない。文化大革命当時、宗教はアヘンであるというマルクスの言葉に、忠実な公衛兵によって、聖職者は騙され、宗教施設は、 破壊行為により甚大な被害を受けた。文革終了後、民族間関係の緊張を危惧した共産党は宗教政策を修正し、一定程度の宗教活動を保障し、宗教施設も修復されるようになった。党はこれをもって、信仰の自由が保障されていると主張しているが、依然、民族分裂主義者として厳しく求断するガライラマの写真を掲げることは禁され、 メッカ巡礼も自由に行えない。キリスト教は、党が公認した、教会以外は、迫害を受けるなど、宗教に対する締め付けは残存しており、あくまでも、当局の管理下においてしか、宗教活動は行えない。また、2016年2月4日に、国務院が、幹部党員は引退後も、宗教を信仰してはならないとする新規定を、発表した。 中国共産党の最高指導機関は5年に一度開催される中国共産党全国代表大会党大会である。閉会期間中は大会で選出された中国共産党中央委員会毎年少なくとも1回開催がこれを代行す。中央委員会全体会議は中央政治局委員、中央政治局常務委員、中央委員会総書記を選出し、 中央初期ところメンバーを選出する。中国共産党中央政治局と中央政治局常務委員会は党の最高意思決定機関であり、中央委員会総会の閉会期間に中央委員会の職権を行使する。総書記が中央政治局会議、中央政治局常務委員会会議を招集する。現在、第19期一中全会選出の政治局委員は25人。 うち、政治局常務委員は、習近平、総書記、李克強、栗選書、王洋、王小康氏、張学期は、反正氏の7人で、党の最高指導部を形成している。毛沢東時代に抗議制が境外化し、毛沢東の恣意的な決定が頻繁になされた。東商平時代になっても、こうした傾向は継続したが、2015年現在では、改められている。 中国共産党中央初期ところは、中央政治局と中央政治局常務委員会の事務処理機関。総書記が中央初期どころの活動を主催する。2019年1月現在、第19期中央初期どころの初期は、大ーコイラ7人。中国共産党中央軍事委員会は、国家中央軍事委員会と一体となって、人民解放軍を指揮する軍事の最高機関。 事実上、中国人民解放軍は、党が指導する軍隊である。2004年9月以降の委員は11人で、内主席は、習近平、副主席は元その助、蝶またキャンの二人。中国共産党中央規律検査委員会は、党の規律検査を担当する機関。委員は、全国代表大会で選出される。初期は、蝶学議は、 党の直属機関として、組織部、宣伝部、統一宣戦線工作部、対外連絡部、弁公庁、政法委員会、政策研究室、台湾工作弁公室、中央等学校、人民日報社など20の機関が設置されている。党の地方組織は、地方各級ごとに代表大会、党委員会、常務委員会、書記などが置かれている。中央と同じく、 任期は5年。派閥名称は通称。指導部は、弾派、上海法、大使党、先制法などの派閥がある。ロイター通信のデータベース、コネクティットチャイナによれば、先の派閥の他に、成果系がある。中国共産党員は、中国社会のエリートであり、行政、立法、司法、軍、大衆組織など、社会の、 あらゆる部門に末端組織である、党組を設け、指導している。共産党員になるために厳格な審査があり、一般の人は簡単になれない。一つの都としては、学校で学業優秀だったり、芸に引い出るなどして、選抜されて、共産党青年団メンバーになり、その活動結果と党員の推薦により、党員になれるとがある。そのエリートでも、イデオロギーと、 政治活動よりは、背筋主義を優先する党員がいて、独裁体制の弊害が出ている。世界最大級の党員を抱えるだけに、党員による汚職、収賄などの腐敗が深刻化している。2012年10月、起立検査委員会の学国教書記が、2007年11月から2012年6月までに、汚職や職務怠慢などで6万人以上の党員を処分し、 このうち2万4千人以上が刑事処分のため司法機関に移送されたことを明らかにした。また、2015年1月から11月に税金の無駄遣いなどを今占めた8つの規定に移したとして、党幹部など4万3千人が摘発され、2万9千人が処分された。党幹部の中には指定をアメリカ、カナダなどに移住させ、いつでも 海外へ逃亡できるよう準備している者も,のも少なくない裸感。また、1000人以上の幹部が二重国籍を有している。北京市検察機関は90年代半ばから2008年までに2万人弱の汚職官僚が海外逃亡をし、その際持ち去られた国家資金は8000億元。約12兆に達したと述べた。このようなことに対して、古今東、 習近平政権は、幹部の国外逃亡を事前に阻止するため、幹部のパスポート管理や不正の疑いがある者に対して、出国制限を課す、すでに外国に逃亡している者を、現地の政府、治安機関に身柄拘束を要請するなどの対策を打ち出している。近年は、遠隔地の農家を貸し切って、宴会を開くなど、発覚を逃れる手法が巧妙化している。 中国共産党の創立メンバーは創設者の陳、独州や、党必ず部をはじめ、多数が日本への留学経験を有する。マルクス主義理論家の理大将や、東京生まれの両償子は、早稲田大学で、毛沢東体制で長期にわたり、首相、国務院総理を務めた、周恩来も1917年から1919 19年まで、東京の専門学校、 後の明治大学で修学している。中国共産党の設立会議である第一次全国代表大会を自宅で開催した李冠俊は東京帝国大学、現在の東京大学の卒業生であり、当時その会合に日本への留学生の代表として出席した修復会は京都帝大学、現在の京都大学出身だった。 中国共産党の対日政策は1935年の抗日戦争の呼びかけに始まる。中国共産党は、コミンテルン、ソ連共産党が中核を担う国際共産主義組織の支持で、当時の国民党の小解析政権に抗日戦争を呼びかけて、第二次国境合作に導き、日中戦争、当時の日本側の故障、ナ事変で、最後は日本の敗北に至らせた。 日本共産党でも中国共産党と協力して、抗日運動に協力した例が多く、野坂三十三は、コミンテルンの日本代表として、延安で日本人民反戦同盟を指揮した。第二次世界大戦で日本が敗北すると、日本の降伏、ヨシフスターリン率いるソ連軍の協力で、事実上消滅した旧満州国の中国東北部を支配した中国共産党は、 当時は国の政権を担っていなかったが、満州国などの日本人指導者層や軍人を戦争犯罪人として拘留した。中国の戦犯管理署に抑留された日本戦犯は合計で1062人、そのうち1017人は1956年に釈放され日本に帰国した。他の45人は1964年4月に全部釈放された。 日本に帰った先般たちは中国機関車連絡会中木連を結成し中日友好に一役買った。現地に残留した日本人の中に国境内戦で共産党軍に協力し1949年10月1日の中華人民共和国成立後も残留する者も,もいた。ただし文化大革命が始まると多数の残留日本人は激烈な批判の対象となり、 帰国する者も現れた。また、両升氏などの党内一日派も自己批判を要求され、ほとんど失脚した。日中共産党の関係は、1950年代前半の日本側の党分裂時代でも維持され、中祖対立でも日本共産党は当初中華人民、共和国側を支持した。しかし、1950年代に、 徳田9一は中国に亡命して、野坂三十三と共に、北京機関を組織して、所管派を立ち上げて、中国に亡命しなかった、宮本賢治ら国際派と対立した歴史もあり、インドネシアの9月30日事件後の1966年に、訪中した宮本賢治は、毛沢東と意見が対立し、その後は、両党機関紙での激しい避難合戦が続いて、 両党の関係は断絶した。日本側の親中派は、日本労働党、日本共産党、左派、日本共産党、マルクスレーニン主義、後の労働者共産党などを決闘した。一方、日本社会党との関係は、日本初の社会党出身の内閣総理大臣でも、ある、初代党首の片山明が、中国建国十周年慶祝代表団団長、として訪中し、 社会党最後の党首で首相でもあった村山富市も途中国の軍事パレードに招待されているように常に強いつながりを維持していた。社会党は野党外交を展開できるメリットがあったとも言える。九百七十年代に日本と国交を樹立し、日中国交正常化、文革が終結すると、両唱誌の復権、中日友好協会の初代会長へ就任や、 両国指導者の相互訪問の増加などで中国共産党と日本社会との関係は微深まり社会党だけでなく自由民主党や公明党民社党なども対象としてより多層に広がっていき平和条約交渉も妥結して日中平和友好条約も締結された特に1980年代に中国共産党の最高指導者だった雇用法は 党内親日派として、当時の日本の中曽根康弘首相と友好関係を保っていたことから、国交正常化後に、日中関係が最も安定した時代とされた、聖は、鄧小平が実権を握っていた。日本では1995年頃から日本社会党の勢力が後退した。そのため、中国共産党は、日本共産党との和解を模索し始め1998年に、 日本共産党幹部会委員長、当時、不破鉄道の法中で、両国共産党の関係も正常化した。2005年に若手幹部が訪日し、両党で理論交流を行うなど、活発な交流を行っている。自民党と公明党とは、日中与党交流協議会、民主党、現国民民主党とは、日中交流協議機構を設置している。 2015年現在の中国共産党の対日担当者は、党中央委員、党下選、国務委員、元外相などのように、日本と中華人民共和国の間の国交がない時代の中華人民共和国国内で研修を積んだ世代が、中心でり、2010年代後半以降からは再び国交回復後の日本留学者が多く関わってくることが予測される。例えば、 中理体制では国交正常化後に東大で工学博士号を取得したのような日本への留学経験者も中央委員に選ばれている。中京は中国共産党の正式な略称であるがマイクロソフト Windows に使用されているマイクロソフト IME や ATOC などの日本語入力システムでは出荷時に中京という単語が辞書登録されておず初期状態では 宗教を宗教に漢字変換できない。結成から1949年までのものを以下に掲げる。日付は開始日、括弧内は開催地。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。